はい、秋あかねです。いつもね、こちらのチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、こちらになります。こちらですね、ZHIYUNさんから、この5月の16日にですね、発売となります、新製品、300W クラスのライトになるんですが、ZHIYUN モーラス B300 というですね、ライトになります。今回はですね、こちらの方をZHIYUNさんの方からご提供の方をいただきました。ありがとうございます。で、新製品ということなんでね、今発売前にですね、ある程度使い込んで、どれぐらいのライトなのかっていうことをね、認識しながら、今日はね、皆さんにご紹介の方をしとこうかなというふうに思っています。動画撮影をね、屋内でされる方であればですね、一つはまあ持っておきたいなっていうような、まあ、撮影用のライトだというふうに思うんですが、今回ですね、ZHIYUNさんの方から新しく出たですね、このモーラスシリーズ、モーラス B シリーズですね、のライトをね、レビューをしないかというふうな感じでね、お声掛けの方をいただきまして、で、その時にですね、何種類かあるんですけど、100W、200W、300W、500W っていう感じでね、4種類あるんですが、今回はですね、私が一番使いやすい、日頃からよく使ってるね、300W モデルっていうものをご提供いただきましてですね、それをですね、今使っている、こちらですね、こちら。これはNANLITEさんがね、出してるフォルザ 300B2 っていうですね、バイカラータイプのね、300W のライトになってるんですけど、こちらの方とですね、比較しながらですね、良い点、悪い点っていうのをですね、皆さんにお伝えして、購入検討をね、材料にしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。では、行ってみましょう。はい、今回ですね、動画の内容としましては、いろいろですね、この撮影するときにどういうふうに使うのかとかですね、そういったところをお話ししようかなっていうふうに思ったんですが、意外とですね、このフォルザ 300B2 と、このZHIYUNのモーラス B300、これですね、全く全然違うライトだったんですね。私もですね、使っていく中で、こんなに、違うのか、ある意味違うのかっていうところでね、非常にですね、悩んでですね、今回動画でご紹介する内容としては、その違いをですね、6つの項目に分けてですね、ご紹介の方をして、で、それでね、このライトが一体どういうライトなのかっていうところをですね、皆さんに知っていただこうかなっていうふうに思います。で、まずですね、一つ目の違いっていうのはですね、私、秋あかね、ZHIYUNさんの製品をね、説明するときは必ずこれが出てくるんですが、一つ目の違い、価格です。ですね、もうこれ一番最初に伝えておかなきゃいけないなっていうふうに思ってて、まずですね、このコスパが圧倒的に違うんですよね。今ですね、使っているこちらのNANLITEさんのですね、フォルザ 300B2。こちらですね、今、Amazon とか、公式サイトの方でもですね、見ているとですね、こちらがだいたい今16万5,000円します。で、Amazon のね、セールの時とかはね、若干値下がりするんで、その時がですね、13万7,000円。でね、販売の方されていたんですが、それでもですね、やっぱり13万、14万から16万ぐらいする、結構ね、いい値段のするライトなんですね。で、それでもですね、一昔に比べればですね、だいぶ安くなったなっていう印象のある、ライトではあるんですが、それでもやっぱり15万近くするというようなところでですね、やっぱりかなり高額。今回ね、ZHIYUNさんが出してきたこのモーラス B300 の価格がですね、今ですね、私が先行情報としていただいている価格設定が、定価よりも 20% オフした価格設定で、65,680 円っていう価格設定なんですね。65,000円ですよ。こっちが16万5,000円だったのが、65,000円で買えてしまうと。2倍から3倍の価格差がある。で、私が持った印象としてはゲームチェンジャー的な要素があるんじゃないかっていうところをですね、頭の片隅に覚えてもらっておいてから、この2つ目以降のですね、違いっていうのを皆さんに聞いていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、2つ目の、違いとして、こちらにあるライト、この2台はですね、一応型番に300というね、ネームがついているんですが、両方ともですね、若干ながら消費電力の方が違います。まずですね、このNANLITEの FORZA300B2 の方なんですが、カタログ地上はですね、MAX350W というふうに謳われていますが、私がですね、ワットチェッカーで測定したところ、大体 330W くらい出ていました。それに対してですね、モーラス B300 の方に関しては、約 320W というところでですね、10W ほどの違いがあります。で、この 10W がですね、どこに出てきたのかなっていうところを見ていくとですね、そこはこのカラーメーター、セコニックさんのですね、C800 っていうね、カラーメーターを使ってですね、測定した時に、少し見えてきました。明るさがですね、もう実測値で、行くとですね、NANLITEの FORZA300B2 の方がですね、19,500 ルーメン、大体1メーター離れたところで、測定した時にいうことで、かなり明るい、ライト。一応ですね、今回、この測定をするにあたってですね、両機とも 5600ケルビンで、設定の方をした時にですね、このNANLITEさんの FORZA300B2 は5564ケルビンということでですね、かなり好成績、だったっていう結果が出ています。で、RA についてはですね、96ということで、こちらもですね、95を超えて、96ということなんで、こちらも好成績というところで、さすがNANLITEさんだなというような値が出ていました。で、それに対してですね、こちら、ZHIYUN のモーラス B2 に関しては、消費電力はこちらに対して 10W ほど少ないんで、どうなのかなっていうところで、測定した結果なんですが、1メーター離れたところで 16,300 ルーメンというところ。こちらのFORZAの方がですね、19,500 ルーメンだったことを考えればですね、約3000ルーメンか。ほど、ちょっと若干暗めに出ました。10W っていうところがですね、どういったところに影響しているのかっていうのはちょっと私も定かではないんですが、若干ちょっとその辺で暗めだったっていう結果が出ています。ホワイトバランスに関してはですね、5600ケルビンに対して5423ケルビンということで、こちらもですね、約200ケルビンほど設定値よりも低く出ています。で、RA に関してはですね、96.2 ということで、こちらに関しては、このFORZAよりも若干高い値が出ているというところで、いろいろですね、思うところはあります。この2台を比較したときに、若干ですね、FORZA、こちらのモーラス B300 の方がですね、若干暗めに出てしまうとかですね、色温度的に若干低く出てしまうというようなところ。確かにですね、その辺はちょっと、っていうふうには思うんですが、それでもですね、5600ケルビンに対して5400ケルビンですから、ほぼほぼ出ているというところで、こちらもですね、ほぼ合格ということをね、与えてもいいんじゃないかというふうに思います。それよりもですね、RA の方がですね、96に対して、こちらが 96.2 だったっていうことでですね、価格差303倍のことを考えていけばですね、十二分に合格点を与えてもいいのかな。で、違い3つ目、なんですが、これはですね、大きさと重さについてです。モーラス B300 はですね、実は今ここにですね、3つ写ってるんですが、まず本体と、電源ケーブルとリフレクター。この3つしかないんですね。良くも悪くもなんですが、ZHIYUN さん、その辺すごく割り切ってきたなっていうふうに思ってて、で、それに対してですね、FORZA300B2 の方はですね、まず本体と、同じようにね、リフレクターの方があるんですが、リフレクターと、あと、バラストですね。よっ。はい。こんな感じですね。電源ユニットが別になっていてですね、バラストとして、よっと。こういったものがついてきます。で、電源ケーブルをコンセントからバラストに1本と、バラストから本体に1本ということで、2本、電源ケーブルが存在しています。で、それに、あと、細かいことを言っていけばですね、ここにですね、発光部を守るためのカバーっていうのがついていたりとかですね、あとケースですね、専用のケース、これをホームページの方を見ていただいたら分かると思うんですが、専用のケースっていうのがついています。まあ良くも悪くもですね、ほぼ完璧にね、いろんなものがついているのがこのフォルザシリーズっていうふうに思っていただいて、でモーラス B300 っていうのは価格設定をですね、かなり思い切った価格設定にしたがためにですね、かなり最小限な構成で出してきているというのが特徴じゃないかなというふうに思っています。で、大きさ、重さについてなんですけど、こちらモーラス B300 の方はですね、実測で約 2.6kg ということで、まあそんなに重いわけではなくてですね、片手でこれぐらい持てるぐらいの重さなんですが、2.6kg と。フォルザ 300B2 の方もですね、こちらも 2.6kg ということで、重さとしてはですね、両機ともほぼほぼ同じ重さになっています。なんかね、フォルザの方が重そうに見えるんですが、実際持った感じとしては同じということで、でフォルザの違いはですね、さっきも言いましたけど、このバラストがついてると。でバラストの方が約 2.8kg あるっていうことなんで、単純に考えてね、本体だけで倍、重量が重いということに対して、これはですね、本当に 2.8kg 本体だけで、これだけでね、運用の方ができていくんで、この辺はかなり大きいのかなと。さすがにですね、このクラスのライトを持った状態でですね、公共交通機関を使っていくっていうのはなかなか難しいのかなっていう気もするんですが、ありえなくはないかなというような気がします。フォルザのケースの方はですね、とにかく重いんですよ。こいつらを両方とも入れてはこれで 5kg を超えてくるんで、あとなんだかんだ含めればですね、8kg から多分 10kg ぐらいあるのかなっていうケースなんで、とてもじゃないですけど公共交通機関にあれを持っていく気はちょっと起こらないですね。さすがにちょっと厳しいんで。なんで、その機材車なりね、自分の日頃使ってる車っていうのに詰め込んで持っていくことになるとは思うんですが、重いよということなんですが、このモーラス B300 の方はですね、なんとかちょっとしたカバンの方にねごそっと入れてあげればですね、なんとか持っていけないこともないのかなというところを考えていくと、結構思い切ったことをしてきたなっていうふうに思います。で、違い4つ目、4つ目に関しては、電源対応の違いですね。まず、このZHIYUNのモーラス B300 の方はですね、この100W のこの電源ケーブルのみ、しか使うことができません。言い方がちょっと悪いかな。これですね、よくパソコンにあるタイプのね、こういう3つ口の五角形のね、こういうタイプの、電源ケーブルになってくるんですが、このね、ケーブルを本体のこの裏側ですね、裏側に直接ですね、もう差し込んで、これで完結しています。これをね、延長コードで伸ばしても構わないというふうには思うんですが、電源ケーブルをですね、直差しするっていうのが一つポイントになってきます。 300W を出せるですね、モバイルバッテリー、キャンプとかに持っていくようなね、ちょっと大型のモバイルバッテリー、そういったものをね、使ってやれば別にちゃんと使えるんで、実際に私も使ってみました。それで全然問題なく使えてたんで、そういった意味では全然問題ないのかなっていう風な気はするんですが、一応ですね、そういう 100V の電源が必要になってくるっていうのが一つのポイントになってきます。でそれに対してですね、こちらのNANLITEのフォルザ 300B2 の方はですね、このバラスト見てもらうと分かると思うんですが、こんな感じでね、V バッテリーの方を、ここにガチャンとはめてですね、ただ V バッテリーが2本いります。100% のパワーでね、出そうと思うと2本いるんですが、確か1本だと 50% くらいだったかな。で、確か運用できたと思うんですが、一応ですね、V バッテリー2本あれば、その V バッテリーを使って、運用することができると。もちろんですね、さっき言った100V の、モバイルバッテリーっていうのを使っても全然問題ないと思うし、最近の流行りっていうかですね、傾向でいけばモバイルバッテリーを使う方が多いのかなっていうふうには思うんですが、そういった運用の仕方ができるっていうところで、ちょっと運用の幅としては、NANLITEの方が上かなっていうふうに私は思うことができました。で、違い5つ目としてはですね、細かい設定の有無があるかないかですね。こちらですね、モーラス B300 の方はですね、色温度の調整と、明るさの調整が 100%、0から 100% で調整できるというようなところで、本体とですね、アプリの方を使ってですね、その辺調整することが可能です。アプリが使えるっていう意味合いではですね、リモートでも操作できるっていう点で、この辺非常にね、頑張ったなっていうふうには思いました。うん、確かにアプリでね、そういった操作ができるっていうのは、非常に便利かな。で、こちらですね、NANLITEさんの FORZA300B2 の方もですね、やっぱり同じように、アプリで操作することもできますし、こちらでできた明るさの調整であるとか、色温度調整っていうのも同じ範囲内、で、調整することができます。ただこちらですね、NANLITEさんの方はですね、グリーンとマゼンダの方をですね、コントロールすることができます。これ本体だけでね、調整することができるんで、現地でね、こういうカラーメーターを使って色温度を測った時に、グリーン、マゼンダの方がですね、若干触れてる場合、他のね、環境光でですね、多少どうしてもですね、そのグリーンやマゼンダの方に振ってしまう場合があるんで、それをですね、このライトでですね、打ち消すことができる、調整することができるっていうのはやっぱりNANLITEさんの強みなのかなという気がしました。あとでですね、画像編集をする時のカラーコレクションでですね、色の調整をすることもできない子はないんですが、やっぱり現地でね、ある程度色をフラットにして撮影したいという場合に関してはですね、そういった場合はやっぱりNANLITE一択になってくるのかなっていうふうに、ちょっと思うことができた次第です。で、違い6つ目なんですが、ファンの音量とか音数っていうところですね。まずですね、両機ともなんですが、基本的にそこまでやかましい音っていうのはしません。ZHIYUNさんのこのモーラス B300 の方もですね、ファンが1箇所、2箇所、3箇所ついてるんですね。両サイドに1箇所、2箇所と、あと後ろですね。に3箇所っていう感じで、ファンが3箇所ついてるんですが、それでもですね、そんなにやかましい音で、うなったりすることはありません。かなりですね、低速で回ってですね、音符を逃がすというような感じ。なんで、そんなにパソコンほどね、うなるようなこともなくてですね、少し回ってるなっていうのが分かる程度の音なんで、そんなにね、モーラス B300 の方はですね、そんなにやかましいなっていう感じがしませんでした。FORZA300B2 の方もですね、そんなにやかましい音がしません。基本的には両機ともですね、そんなにやかましい音しないんですが、このファンを止めることができるかできないかっていうところに違いがあります。NANLITEさんのですね、FORZA300B2 の方はですね、ファンのオフをすることができます。その場合はですね、ライトの出力っていうのが 15% までに限られてくるんですが、これをですね、ファンのロースピードで回すとですね、一応最大出力 50% までならロースピードでね、回すことができる。なんで、音をどうしてもですね、極端までに小さくしたいっていう場合は、このロースピードを使って撮影することができるんで、こういったね、細かい設定ができるんですが、今のところですね、私が知り得る情報の中では、このモーラス B300 についてはですね、ファンを止めたりとか、ロースピードで回すというような設定っていうのがありませんでした。なんで、ここはですね、実際どうなのかなっていうふうには思うんですけど、そこまでやかましい音で鳴らないんで、本当にね、使う環境次第かなっていう気はするんですが、これを使ってインタビューとかですね、そういったとこで使うにしてもですね、ファンの音が入るとか、そういうようなことはまずありえないんじゃないかなというところは、一言をちょっと言っておきたいなっていうふうに思います。はい、まとめです。まずですね、このNANLITEさんのですね、FORZA300B2、こちらはですね、やっぱり私が今見てもですね、非常に完成度の高いライトだなっていうふうに感じました。本当にね、ドラマとか映画とかでもね、普通に持ち込んで使用できるんじゃないかなっていうぐらいですね、ちゃんとした性能を持っておりますし、本当にね、実直で、真面目な作りをしているなっていうふうにね、感じることができます。それに対してですね、今回のZHIYUNモーラス B300 はですね、このNANLITEの FORZA300B2 とですね、比較するとなんですが、こういうね、ケーブル、電源ケーブルをですね、止めておくストッパーがないとか、要はこれちょっと踏んじゃってポンと抜けちゃったらですね、まあ消えちゃうわけなんで、まあ踏んだ時点でもうすでにアウトなんですけど、100歩譲ってこの1本手前のこの後ろにですね、まあここでこう縛ってあげて、で刺してあげるとか、まあそういうことぐらいかな。できたとしても、まあそうですよね、こう縛ってあげて、まあちょっと踏んでもこの角度がぐっと持ち上がるぐらいの、こういったね対策しか取れないんですけど、まあこういうところがですね、NANLITEさんの方はですね、ちゃんと各電源ケーブルの接続部にはロック機構がついているんで、もし何かがあってもね、そんなにすぐポンと抜けてしまうようなことがないですね。まあ、こういったところはやっぱりまあ非常に真面目に作られてるな、まあ、真面目じゃないかって言ったらそういうわけではないんですけど、まあ、そういったところにしっかりお金をかけて作ったのが、このNANLITEのフォルザ 300B2 なんだなというふうに感じました。であるとかですね、この発光部、ここにですねカバーがない。かなりですね、発光部、使用後とかですね、まあ、熱くなるんで、まあ、ここをカバーするものがあった方が本来はいいかなというふうには思うんですけど、ここもやっぱりコストダウンの影響なんでしょうね。カバーがないということでですね、まあ、ここも非常に難しいところではあります。まあ、今回ですね、一応この発光部の一歩外側っていうんですかね、ここにガラスカバーみたいなものはついてるんですけど、ガラスじゃないな。プラスチック的なアクリル的なものがカバーとしてついてるんですけど、まあこれでもやっぱりこの熱された状態でこういう置き方をした状態で発光しちゃうと何らかの問題が生じるんじゃないかなというようなところであるとかですね、まあいろいろ思うところはやっぱりあります。ただですね、この金額帯で、これだけのライト、これだけ、ちゃんと使えるライトですねを作ってきたZHIYUNの考え方っていうのはやっぱり非常に賛同できるものがあってですね、まあ、これからですねその動画撮影をする、映像をする、 YouTube を始めるとかね、そういった方がですね使用するに対して、非常にですね購入しやすい金額帯で、ちゃんとしたライトっていうものを出してきたっていうことはですね、まあ一つ本当にゲームチェンジャー的な意味合いを持ってですね、このライトっていうのが世に出てるんじゃないかなっていうふうに思うところです。なんで、やっぱりですね3倍はでかいっすよ3倍ですからね。これとフォルザ 300B2、なかなか動画始めてばっかりで、仕事始めてばっかりでっていう場合に、まあ、これをポンと変えてしまうっていうのはですね、まあ、かなり難しいなっていうふうには思うんですね。まあ、投資として、まあ、十分、元は取れる部分はあるというふうには思うんですが、まあ、そこをうまいところを埋めてくれるのが今回出してきたこのモーラス B300 ですか、じゃないかなっていうふうに私はね、感じております。なんでまあ少なくともですねNANLITEをはじめ、まあいろいろなライトメーカーさんあると思うふうに思うんですが、やっぱりこのモーラス B シリーズですねの対抗馬っていうのはね今後まあ出さざるを得ない状況になってくるんじゃないかなっていうふうに思うところもあるんで、まあこのねライト業界っていうところについてはですね、もし皆さんもですね購入を検討されているんであれば、ちょっと注視してね見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、本日の動画の方いかがだったでしょうか。今回ですね、ライトのお話、本当はですね、もっといっぱいしたいんですよ。実際に使ったところとかもね、そういったところも見ていただきたかったんですけど、あまりに動画が長くなりすぎてですね、ちょっと、見てもらうレベルじゃないなっていうふうに思ったんで、違いというところに関して注視して、ちょっと今日動画の方を撮らさせていただきました。またですね、次回とかにですね、こちら、NANLITEさんのですね、ランタン型のソフトボックスっていうのも提供してもらったんで、これもですね、この私が今使っているNANLITEさんの同じくランタン型のソフトボックスをね、使い比べっていうのをね、してみたんで、そちらもですね、追って、後日動画の方を出したいなというふうに思います。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。今日はですね、こういうカメラ機材の話させていただきましたが、これ以外もですね、革靴の話であるとか、ロードスターの話であるとか、私がですね、日頃興味に思っているものっていうものをね、皆さんに情報として提供するチャンネルです。今日の動画ね、面白かったよっていうふうに思っていただける方は、高評価ボタンの方をポチッと押していただくのとですね、またこんな動画を見てみたいなっていうふうに思っていただける方は、チャンネル登録もね、ポチッと押していただきますと、励みになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、そんなわけで今日の動画はここまでということで、また次回、こちらのチャンネルでお会いいたしましょう。では、さよなら。